イクイノックスってもう一度ドウデュースと直接対決したら勝てると思う？に対するみんなの反応。秋に久しぶりに対決してほしいな。順調ならジャパンカップで対決しそうだけどな。今年も対戦はないだろ。秋天有馬だろうし、イクイは宝塚 JC で終わりだし。本来なら宝塚で久々の対戦だったのにね。末足のタイプ的に阪神2200なら、銅の方が適正は上かな。2000メートルなら勝てる、2400メートルなら微妙。結局ダービー以降は一度も対戦なしか。煽りとかじゃなくて、持ったままでイクイノックスがちぎるだろ。もはや能力が違いすぎる。イクイノックスは成長したけど、ドウデュースは3歳の方が強かったな。イクイが特別強くなかったクラシック時代でも1勝1敗だろ。格段に強くなった今なら3馬身以上はイクイの方が上だわ。3歳春までは互角だったけど、そこからの成長力に差がありすぎた。舞台や展開によってはドウデュースが勝てる可能性もあるか。ただ単純な馬の評価としては本当差がついたよな。ドウデュースの方が強いと思っていたけどドバイでしらけた。さすがにあれはレベルが違いすぎる。論じるのもイクイノックスに失礼だわ。宝塚記念勝ったら疑う余地のない現役最強馬だろ。イクイノックスが現役最強なのは誰も疑ってないだろ。それを任す可能性があるとしたらドウデュース、とリバティかなってだけで。ドウデュースは京都記念も強かったからな。実績に差はついたがイクイノックスとどっこいくらいの能力はやっぱりあると思うわ。フラットな条件ならドウデュースには負けないと思う。負けるとしたら3歳金量のリバティかな。ぶっちゃけイクイノックスって宝塚買ったらどのくらいの名馬になる？とりあえずシンボリクリス S は超えるかな？ F4 は超える。現時点だと成田ブライアンくらいかな？小馬できっちり結果出せばオルフェクラスになる。小馬 G1 を4連勝ってオペラオート待機シャトル以外だと誰かいたっけ？モーリスとかナロア、それくらいしかいない。アクテン有馬ドバイ3連勝なわけだし、レーティング的にも実績的にも、上はエルコン、オルフェくらいだろ。もし宝塚勝って、京都で勝ったら4馬制覇なるけど、京都で行けそうな G1 はなさそうだな。来年の春天使勝ってほしい。春天使勝ってきたら、イクイノックスマジで好きになるわ。主要4馬 G1 制覇って、オペラ王、北さん、オルフェくらいだし名馬確定だろ。宝塚勝ったら来年は春天使勝ってほしいわ。京都でも走れるところを見せてほしい。タイトルホルダーとドウデュースいないからな。まあでも不戦敗みたいなもんだし、関西のタイトルも持つことは重要。去年の逮捕に余裕で勝つならもう化け物だわ。正直このメンバー相手じゃイクイノックスが負ける姿は想像できない。逮捕道も出る宝塚見たかったな。あいつら何してんねん。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。